はい、ということで皆様こんばんは、また続きやってね、やっていきましょう。で、前回の続きということでマップをね、埋めましょう今回も。で、確かめてみたところもうここぐらいしか行けるとこないので、とりあえずここら一体埋めたら、ストーリー進めようかなと思います。では早速いきますかね。で、一応ワープしてきたので敵また出るかもしれないですね。まずこっちの方まっすぐ行って、どんな感じになるのかね。うわー来た、よし。まあサイクロプスであればねゴリ押しでなんとかなるので、大丈夫ですね。よし、お、ミスリル、よし。ミスリルは本当大事なんでね、これは、忘れずにね回収しておきましょう。さあということで、あ、これでつながりますね。こっちは OK と、よし。で次、ウエストなんで西ですね。西型はどう交わるんでしょうかね。あ、これでもう、お、はいはい、入って、まあ、こんな感じでやりまして、あ、で、ミスリル使ってね防御力とか上げてきました。トーマくんもシリルさんもね上げておきましたので、次回はもう少し楽に振る舞えるような、気がしますというか、そう信じたいですね。これでもう全部埋まっちゃったんか。真ん中はこれいけないですよね。となると、じゃあちょっと先に進みましょうかね。他行けるとこもないので、古墳に向かってね行きましょう。最初洞窟を抜けるんでしたっけね。なんかそんなようなこと書いてあったと思います。では行きます。さあということでやってまいりました。なんとか洞窟、パールなんとか洞窟ですね。で、お、アイテム、おー、なんだなんだ、え、何やん、うわ、なんかアンデッドが大量に出てきたんですけど、んー、初っ端からこれはドンちゃん騒ぎになりますね。よっしゃ行くぜ。あ、でもそんな強くないですね。ゴリ押しじゃ。お、レベル上がった、いいぞ。アミちゃんかな、よいしょ。うん、数が多いだけなんで、なんとかなりますね。よし。よし、みんな頑張れ。あとこいつだけだ。いけ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 。よし。あ、こいつも別にそんな強くないですね。動きは早いけど、脆いですね。イェーイ、なんか出てきた。なんだこれ。あ、癒しの水ですね。これは、シリルさんに渡しましょう。そして、これ何この、完全ダメ、いや、ダメというか、何ですか、やばいオーラが出てるこの宝箱は。あ、漆黒の印か。確かに数少なくなってきたんで、これはありがたいですね。まあエンシェントアリーナに入るためのまあ鍵といったところでしょうか。で、アイテムをこれ回収してと。あとは、こっち、ん？あ、行き止まりか。であれば先にこっちか。まあ、道ね、一歩の方がやる側としてはやりやすいですよね。なんで、こちら行ってみましょう。さあ、ということで、ここもね、未知の洞窟なので、ちょっとどうなるかって、わお！またか！あれですかね、ちょいちょいこういう感じで出てくるよっていう、そのパティンですかね。まあね、軽く倒していきましょう。はい、はいと。まあ、一匹ずつね、倒していって。あ、なんかこれ異常に硬いの、これ親玉ですかね。まあ、硬いだけなんで、そんなに強くはないですね。女性型ですかね。よし。あ、なんか扉開きましたね。これ、どこに通じてるんだろう。そしてスイッチありますね。これを押すと、あ、そっち行けるようになるのか。先にあっこ行った方がいいんですかね。であれば、行ってみますか。加速装置。はい、ということなんですけども、アイテム部屋ですかね。お金が、あるので、これを回収してと。で、あ、いや。あ、古墳に向かうための道がこっちか。じゃあ、あの扉の奥は何があるんだ？ちょっと寄り道してみましょうかね。やばそうでしたら途中で帰ってきましょう。気になってしゃあないんでね。先にこちらを、行ってみようかなと思います。さあ、ということで洞窟の奥にやってきたわけなんですが、なんだここは？これはコアメタルかな？なんでこんなとこにコアメタルがある？あ、開かない。鍵。よいしょ。耐える聖者。これなんかファークリンのあれじゃないですかね。装備アイテムじゃないですかね。あと、なんだこれ。あ、アバロンの左腕。今何個僕パーツ持ってるんだっけ。あ、ここじゃあ入っといてよかったってことか。であれば、先ほどの山道、なんとか山道に向かうところまで、ジャンプしますかね。はい、ジャンピング。はい、ということで、いきなりかい。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。なんか天気超悪くなってるし。雨降ってますね。
敵を倒してと。お、もう、まだいるよね。落としてるもんね。どこだ？あ、いた。よいしょ。で、こっちにも敵いるので、まずこいつらをね、やっつけていきましょう。トマくん、防御力上げたせいかなんかすごい硬くなってますね。敵の攻撃全然食らわないや。これはいいですね。まだいるかな？いるね。あ、なんかこいつちょっと違うやつだ。あ、突っ込んでくるタイプか。ちょっと硬いし。まあ、中ボスというか、リーダー格ですかね。あー、めんどくせえ。飛ぶんじゃねえ。よし。へいへいへいって。まあ、こんな感じで蹴散らして。あ、またこいつだ。こいつは降りてきたところをチャージ攻撃ですね。お、すんげえ減る。よし。あ、そして、山道の方にね、来たわけなんですが、非常に天気が悪いです。そして、どっち行けばいいのかわかんないような状況ですね。まあ、敵を見つけ次第ね、こうやっていくっていうような感じですかね。で、まあ、そうですね。で、見つけた時は極力倒すようにしてます。経験値とかのね、ためにもね。いや、すごいでっかいのいるけど、こいつ大丈夫かな？このゲームは本当やられる時、何ですか、その即死的なね、攻撃力持ってる奴らもいるので、それが怖いですよね。うん。なんで、あえてこう、でかいやつをね、先に倒すっていうのもありかもしれないですね。よしよし。あ、やりましたね。まあ、あの鳥のでかいのはそんなに強くないみたいなんで、よかったですね。なんか緑の鳥もいるのか。なんか未知の敵が現れてね、ちょっと怖いですよね。相手のその能力であるとか、特徴がね、わかんないですから、これはちょっと怖いですよね。人間様は何が怖いかって、わからないことが一番怖いですからね。何？また防衛戦か。その前にちょっとこいつらを処理しておきたいですね。またシリルさんで、頑張らないとダメみたいですね。よし。壊せ、壊せ。よし。はい、じゃあね、防衛戦に移りますか。やれい。よし、来いよ。まあ、ギリギリまで探索しますかね。あ、来ましたね。よし。守るぜ。なんでジオフォートには完全自動の迎撃システムがついてないのかしら。そうだね。こんなすごい、マシンというかね、ジオフォートであればついててもいいと思うんだけど、なんか理由があるのかな。姉ちゃん。お、なんだ。この前モンスターが襲ってきた時、こんなもん見つけたんだ。このコアメタルさ、一体いくらで買ってくれる？とりあえずなんで今。いや、ええけど買えますか。じゃあ1万円でね。1万枚か。毎度あり。またなんか見つけたら教えてあげるよ。はい。で、今回は洞窟ではなくて神殿跡にね、やつら襲ってきましたので、そこまでカット入れます。ジャンプしちゃいくぞ、クリーチャーどもが。まず、そうですね、フォトンコンバーターの安全を確保しましょう。いきなりレベル上がった。さあ、重い重い、処理落ちがちょっとこれは大変だ。あ、可能砲使える、マジか。ちょっとこれ取っときましょう。どうしてもね、やばい状況になったら、使うっていう、その切り札的なね、感じで持っておきます。あ、大砲ある、大砲厄介ですね。大砲潰すか。ほらい、買った。ちょっと他の敵、仲間に任せて僕は大砲殴りますか。あ、ガードポールさんありがたいことに殴ってくれてるね。殴れ殴れ。よし、砲術を落としたところで多分もう一箇所ぐらいありますよね、やっぱりな。よし、これも落としちゃえ。お、ネーベルさんありがたい。まずね、この大砲を先に潰しとこう。勝てえな。殴るよりこれ魔法の方がいいんですかね。まあ、でももう少しで。オーライ、よし、いいぞ。で、まあ、フォトンコンバーター周りは、うわうわうわ、なんだ、何箇所もあるのか。ちょっと大砲探しに行きますか。これはやばい。どこだ、どこだ。あ、あの青いのがそうですかね。わあ、邪魔しやがって。どけ。よし。これ多分大砲じゃないかな。あ、違う、リーダーか。まあ、リーダーもね、倒しておこう。邪魔になるんだね。どけどけ、お前らに構ってる暇はねえ。んやろ。よし。さあ、この辺にないか。いや、ないな。行き止まりか。違う。じゃあこっちですかね。え？あ、フォトンコンバーター付近を襲われてる。やべえな。どうしよう。あ、や、あったあったあった。よし。ちょっと横っちょにできるの邪魔くさいな。あいつ、大丈夫か。あ、やっぱり撃ってくるね。早いとこ壊して、やつも倒しましょう。
はい、入った、オッケー。よし、いけいけいけ。まあ、こいつら自体は、あんまり強くないですね。前の連中の方が強かったような気がします。で、あ、また大槌ですね。これを壊しましょう。ああ、もう。めんどくせえ。お前からやってやる。ほら。あ、大槌がまだ、まだですね。よいしょ。攻めろ攻めろ。全員で殴ればそんなに時間かかんないはずだ。よし。で、ちょっと敵がね、多くなってきてるので倒しましょう。なんか、でっかいのこれボスか。ちょっと今はね、スルーしましょう。スルーして、この大砲やらね、なんやらを倒す、方を優先でいきます。ほら、よし。ちょっと体力やばいですね。あ、回復入った。よし。じゃあ、マックス。よっしゃ。はいと、よし。ほんで、お、やったやった。いいですね。お、まだいる。あ、ロボットだった。殴っちゃった。ちょっとフォトンコンバーター付近に敵が転送されてるってことなんですけど。あ、なんだ、ロボが頑張ってたのかな。まあね、やって、なんですか、襲ってくる連中はやっぱり倒すしかないですよね。よし、片付いたかな。あれ、大筒まだあるのか。どっから撃ってきてる？ちょっと倒さなきゃならない敵が多すぎますね。あ、この上にでっかいのがいるのか。であれば、ここは、あ、ここだ。よし。やちまえ、やちまえ。ちょっと敵がいるんで、これ魔法使いますね。魔法貫通するんでね、非常に扱いやすいんですよね。こう、一度に複数の敵を攻撃できるっていうことで、まあ非常に使い勝手のいい魔法ですね。これスパークだっけ、なんだっけ、スパークですね。で、これぶっ壊して、ちょっと周りに敵いますね。どうしよう。雷使いつつ、やっていくと。よいしょ。まあ MP 消費しちゃうんですけど、致し方ないですよね。さあ、もう少しで壊れる。頑張れ。まあシリウスはね、言っても火力がないので、多少時間かかりますよね、やっぱりね。よし。OK。次は、上になんかいんの？お、敵か。で、ここにでかいのがいるんだよね。こいつやばいかな？ちょっと遠くから様子見よう。で、チャージでね、攻撃して、やっていくと。やっぱりでかいやつはちょっと怖いんで、慎重にね、やっていかないといけないですよね。よし。ちょっと長期戦になるかもしれないですけど、当分これで頑張ろうかと思います。あ、MP マックスだ。じゃあ使うか。まあでも、勝てない相手ではないですね。ちょっとずつ減っていってるので、多分 MP 切れる前にこれ勝てると思います。で、やつをやればね、勝利になると思うので、まあ今回の防衛戦も、まあ、そんなに難しくもなく、やっていけたのかなというような感じですかね。よしよしよし。さあ、守り切ったということで、まあ、シリウさんもね、一応、防御力上げて挑んだので、まあ、そうですね、前回より楽だったというような感じでしょうかね。さあ、守ったということなので、トーマくんに切り替えてね、今回またやっていくんですが、トーマくんの方も天気悪くてちょっとね、雲行き怪しいですよね。はい、では戻ります。よっしゃ、やってこかって、しょっぱなから敵。よし、いいだろう。挑んでくるやつはね、全部倒して進んでいきます。また、地球儀がありますね。うわ、すんげえ数。まあでもね、数だけなんで、全部駆逐してしまえば関係ないですね。よし。オッケーオッケー。うわ、すんごいな、でも。めっちゃおる。よし。はいはいはい、ってことで。このグループ倒せば終わりかな？まだ来るかな？結構しつこいですからね、このゲーム。ね、どんどん来るので、まあ全部ね、こう、きつぶしていきましょう。はい、ということで。よし。OK かな？あ、まだ。よし。いいぞ。地球儀をぶっ壊して。ちょっと今回もあれじゃないですかね。未知の土地なので、マップをね、作るのに時間割いてしまうような感じになりますね。で、まあ敵を見つけたらこうやって倒していくと。まあやっぱりね、少しでも経験値を稼いでおいた方がいいと思うんですよね。やっぱり魔法全然効かねえね。よし。はい、これで、まずこっちと繋がって、東側は、おー、また来た。はい、はい、はいっと。こっちはなんかあるかな。あ、これで繋がんのか。繋がったけど敵がいる。
敵は全部倒していきますか。よし、さあそしてまだいるか。まずちょっと先にアイテム交換します。あ、やったね。で今これどうなってる。あ、マップ開くとこれ雨音消えるのか。まあそうですね、こっちですね。どんどんじゃあ進んでいきますか。ちょっと落ち着かないタイプの雨の音ですよねこれ。雷まで鳴ってます。いきなり天気悪くなるというね。こっちはどうかな。お、なんだ今一瞬音途切れたけど大丈夫か。よし、でうわぁ、なんか出てきた。わぁ、でっかいのが2羽。やばい、閉じ込められた。やるしかないってことか。よし。まあ、そうですね、邪魔する者たちをこう、全部、跳ねのけて、あいつらを倒せってことですよね。やるしかねえ。よし、どんどんね、進んでいこう。ちょっと、にしても多いな。で、OK。はい、はい、はい、はい。どんどん来るね。いけいけ。よしよしよし。もうちょいもうちょい。よし。あ、またこのなんか司祭みたいに出てきた。すんげえ風。動き超速いし。あーっと。うわ、久しぶりに浮かされたな。でこいつはあのドリルでこう突っ込んでくるんで、その時に、降りてきた時にね、ここに釣るっていうような感じですかね。ほら。で、浮かしはどうなの？効かないわけではない。浮かないのかな？よいしょ。あ、すかした。じゃ、先に、この緑からやった方がいいみたいですね。緑はこう、あんまり激しい動きしないので、コンドルみたいなちょっとめんどくさいので、後に回します。まあ、つっても、あと半分ぐらいですかね。半分以下だね、もうね。で、降りてきたら切ると。よいしょ。浮いた。チャンス。はい、はい。あと一発なんだけどな。よいしょ。よし。いや、トーマくん強くなってるな。防御力的な意味で。これはいいわ。そして、こっちもちょっと怪しいですよね。まず先にこっちからでも。もうそろ移動できると思うんですけどね。はい、はい。この先がその遺跡じゃないですかね。何パートぐらい使ったんだろう、ここに来るまでね。結構使いましたよね。で、こっちにはアイテム。お、鍵。鍵そろそろ補給しないとやばいんだ。うわぁ！くそ、またこのバイオパターンか。いいだろう。よし。まあ、鳥軍団そんなに強くないですね。よし。で、あ、そうですね、ここが古墳なので、ちょっと、その前に、下の方調べてから終わろうかなと思います。で、実際に古墳に入るのは次のパートからですね。ちょっとお時間かかってしまって、申し訳ないんですけれども、もう少しね、お付き合いいただくことになるみたいですね。さて、じゃあ、このね、下の方も調べていこう。お？エンシェントアリーナ多くないか？今3つぐらいクリアしてないのあるんだけど、これどうなんですかね。あ、エンシェントアリーナがあるっていうだけか。であれば、まあ、ちょうどね、ワープで帰れるような状況になったので、今回のパートはここまでにしましょうかね。で、そうですね。古墳攻略した後というか、7章に入ったら、エンシェントアリーナ回収する感じになるのかな、おそらくね。まあ予定としてですけども。まあ一応そういう風な感じで捉えておいていただければいいのかなと思います。今回のパートはね、この辺で切らせていただきます。ご視聴ありがとうございました。よかったらね、次のパートも、チェックしてみてください。それでは今回は失礼します。バイバイ。